いう、ちゃんとごんねんじゅん。いう、ねんごんじゃんごんが、くらい、ここフィリピン言うております。どうも、カードマンです。モナリザです。始まりましたね。これ、ゲーム対決。これ、俺のスイッチではなく、モナリザにスイッチを持ってきてもらいました。それ、これ対決したいと思います。はい、モナリザ君、どうすか気持ちは。勝負絶対勝てる。3本勝負。で、負けた方が、致死量の水を飲む。ということで1回目に負けた方が致死量の水を飲むで2回目は考えましょう、行きましょう。はい、名前変えらっしゃリトルマックで行きます。そんなんせんでいいね、チージじゃあ僕ガードマンで、もうリトルマック、もう見てみたら分かると思うけど、ほんまリトルマックの強さ見て見て見て、タイプいいな、タイプいい、やつで来るやろ、リトルマックに。もう必死が出てる。吐き気でゲップ出た。めっちゃ言うやん。ほんまマジで言ってるん。はいはいはい、ワンバーン。もう一個で喧嘩ってよ、中学生のタイマーやったら俺勝ってんで、で一発入れた方が勝ちやん。もうはいバーン弱すぎる。何笑ってん。まあ死ぬ前に人って笑うっていうもんな。出た出た出た。いやでもお手足カウンターうますぎる、止まらねえ攻撃。そしてさらにワンポイントを入れていく。これは調子がいいぞ。隣の近所さんも追いに来るんじゃないでしょうかね。弱虫。見て。うわぁ、やっと思いましたよ。当たらないということで。わかってますよ。わかってます。溜まりました。溜まりました。ゲージ溜まりました。あ、うわい、お疲れ様でーす。はい、ハンデ。ハンデを終了としましょう。はい、ワンツワンツワンツ。今な、ゲーム面白くなくなってたやん。うん、俺ね。やると思ってたよ、知ってたよ。お前のコントあんねえ。うわあ。待て待て、あばら折れた。待て待て。ダルル試合中、あもうほら見て、あばら折れた影響最大限に生かされてる。最大限に。あ見てこれ復帰。待て、なんで？あばら折れてるって。普通に後半20秒ぐらいっす。もう触ってなかったやろ、痛みで。絶対うせえ。ロキソニン飲んでたやん俺一回な、錠剤挟んで見て、もうスローモーションで再生して、うん、スローカメラで完璧に捉える。罰ゲームは前と一緒でマッキー落書きということで、では本番いきましょう。はい、今あ入れてなかった、マシなよな。まあ一応こんな感じでやるよっていうのをお前に説明したかった。うん、マジでな。うん、舐めたかわいしてたらぶっ飛ばっちゃうよ。いいよ別に、もうもっといつも俺の強いし。はいどうも、カルビよりハラミ筋肉マッチョガードマンです。どうもモナリザです。ということで、今から、第一試合始めていきたいんですけど、負けた方がこちらで末期で落書きされるという、ゲームで、とりあえず日本勝負これやっていきたいと思います。ね、ちょっとね、普通に戦うんじゃ面白くないから道具いいよ、道具。オッケーオッケー。うん、全部の、もう、一個言うけど、もう、戦争っていうのは、それ言わんからな。俺銃持ってないのに、お前それでこいって、ダンダンダン蜂の巣。そうやろ？確かに。やろ？もう、道具をいかに活かせるか。言うたら俺もう、あれで、ガイアやで。俺はもう、すべてを武器にするから。なるほどね。うん。この帽子でお前、一撃で。手を武器にするな。これができちゃうから。こうやって今もう、あ、友達死んだと思ったやろ。思ったな、今のは思った。いいやろ、全て目の前にあるものが全て武器に変わる時代やから。じゃあ、1回戦いきましょう。はい、もう全て武器が来るからね、やばいってことだよ。もうこれビクトリア降臨しちゃったってことだからね。はい、来い。あ、こいつそういう、もう、偉そうにすんなよ、マジで。はい、見えてました。はい、攻撃がすべて見える。なんでだろうな、君が弱いからです。来ました。はい、先に取ります。はい、召喚しました。何あれ、何あれって教えたか。お前の敗北じゃ。え、なんなんこれ、マジで。えぐい、なんかえぐい。あれ、水滴が取らん。なんかえぐいえぐいえぐい。待って、モンスターボール来たー。ブロディダンマダンマダンマー。え、待って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 、待
来たーブルコディダンマダンマダンマえ、もう消したうわはい、あれ俺のポケモンやった。はい、死んだ、こういうことです。お前のポケモンやった。うん、いいハンデやな。あ、もううまい、これは普通にうますぎる。うますぎちゃって、飲みすぎちゃって、ソーリー忘れてるトーニー。こういうことね、ほんまに。まずね、もうここでね、喋ってる数が違う。あ、ダークライ来た、全部かわしてある。はい、ダークライにカウンター。え、な、どうなってんの。え、待って、これ死んだんじゃん。はい、復活診断チャーンというハンデ。はい、サッカーだー、はい、サッカーだー。 I'm a big トルで Yes we can! Yes we can! Yes we can! 消えてしということで、そんで中書きしていきたいと思います。いきます、中書きまあね、まあね、そうね、まあ、これは、お前、ほんまに、敗北を指示したということで、見て、ほら、見て、見て、見て、に、もう入れ墨に2個入れたんだ、みたいな、前からね。ね？なんて書いたん？これと同じやつ。ということで、今回も僕が勝利しちゃいました。あと1回ね、勝負があるんで、この時は気をつけないと思います。見て、もう、残像やもん。始めます。もうこれ毎回組んで、ちょっと待って、マジで待ってって、ちょっともうセコ、もう、あ、もうそういうとこやねんって、もう、ちょっと待って、マジで待って、マジで待って、来た来た来た、カウンター、これでかいや。道具に頼ってます。道具なんかいりません。戦いは素手です、男です。これがいけいけいけ、何2体出た。これが本当の戦いでしょうね。もう行くない？なんかもう、ドラグーン、ドラグーンの部品。うん、これ。行け行け行けって。ガードマン誰おんねんて。行け行け行け、もっと行けって。お前誰言ってこれ。あ、やっぱ死んだ。待って、復活した。はい、ドラグーン2本目。こういうことでーす。もう、コッパみじんじゃん。もう見て。野球のボールみたいなことになってもう。決めてよー、俺が決めた、ほぼ俺が決めた。来た。え、なんで、なんで転がってるんこれ。ちょ、マジで勘弁してください先輩。え、もう何これマジで。え、ちょ、マジで待て待て、マジで待て待て、逃げ切った。これが実力です、これが実力。必殺技すら、かわしきるという、高度な技術を使わせていただきました、ありがとうございます。そして、諦めなければ夢やかな、そう教えてくれた武井壮さん、ありがとうございます。あいぃー、しかもドラグーンで終わり。お前もう終わったね。はいはいはい、ターゲットロック、さよなら、バイバーイ。おっとっと、しゃーボンジュール。ということでね、今日は、完全勝利。マジで悔しがってるからね。いつも、いつも、いつもやってんねん、一緒に。マジで悔しがってるパターンだな、これ。勝てば楽しい。まあね、お前、俺ここで教えたいのは、みんなに教えたいのは、あのな、ゲームとか趣味とか、あの、チャレンジしてること。まあやっぱサッカーでも野球でも、勝てば楽しいから。楽しむには努力する。悔し涙を流す。今日の空振りも明日への素振り。そういうこと。辛いことがあっても前に進んでいく。ゴール見えるやろ？今パッてゴール見えたやろ？そこスタート地点やから。次を始めるために今は終わらそうぜ。ネクスト、俺たちは底辺の底辺のペーペーがてっぺんの絶景見に行こうぜ。ということで、勝ちました。じゃあ、中書きしていきます。俺も下ないね、ほんまは。全然知りません、彼。なぜならこの撮影を今起こして撮ってます。
無理やり無理やり起こして撮ってます。なんで、これはハンデということでね、もう一度対戦したいですか？うん、無理でーす。